今日は狂犬病とフィラリアの検査と薬をもらいに来てます。コロナの影響で車で待機になってるみたいなので、車でこてつと待ってます。もう1時間待ってます。長いね、こっちゃん。1時間半が経ちました。こっちゃん寝てます。はい、今看護師さんが呼びに来てくれたんですけど、あ、こてつが帰ってきました。はい、こっちゃん狂犬病とフィラリアの検査終わりました。さっき呼びに看護師さんが来てくれて、コロナの影響でこてつちゃんだけ預かっていいですかって言われて自分入れませんでした。こてつはもう病院大好きで、診察台の上に腹ばいで乗っかって、撫でて撫でてって先生や看護師さんにアピールするんですけど、それちょっと撮りたかったんですけど、コロナの影響でね、パパ入れんかったね。でも頑張ったね。まあ頑張ったねって言っても、こてつは注射なんかされたかされてないかわかんないのかな。ね、こっちゃん。他の3匹はガチ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 震えても固まってしまうんですけど、こっちゃんはもう病院全然平気です。なんで撫でてんねん。ここでもね、ん、診察台の上でもしたんやろ今日も。ん、撫でて撫でてってしたっちゃろ。じゃん、検査結果ちょっと待ちたいと思います。検査結果出ました。フィラリア陰性で、他の数値も異常ないとのことでした。あとはお会計して帰るだけです。よかったね、こっちゃん。